あれをガールズバー連れて行きたかったら問題5つ出すから3問以上正解できなきゃいけないの。5問中3問。そうです。 60% ぐらい。はい、優しい、うん、さあ知らねえな。1問目、武田信玄はバレンタインデーに嫌な思い出がある、それなんだ。もらえなかったんじゃない。ん？もらえなかったんじゃない。あの16世紀にそんな儀式ありません。正解は？それだから言っただろ今。16世紀にチョコレートを渡すなんて儀式があるわけないだろ。16世紀の日本に。でもバレンタインもあるの。バレンタインデーだから2月14日に嫌な思い出があるの、武田信玄は。そういうこと。バレンタインとは関係ないけどその日付いいってこと。そういうこと。次。知らない。次。何県出身。大阪です。何県出身。愛知。愛知県、名古屋グランパス8の監督の名前をフルネームで答えよう。名古屋グランパス8って何。バカじゃねえの。 J リーグのサッカーチームだよ。名古屋グランパスっていうプロサッカーチームを知らないの。愛知県出身なのに知らない。知らないんだ、うん、大阪桐蔭高校野球部の監督の名前をフルネームで答えよ。はい、失格。はい、今回無事3問全問正解に持ち込みました。ご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ブルースフォーサイスフロム日本でした。Everyone, nice to see you. To see you, nice. Good.